今度あれにしとかないと。役でやる？役でやる？足熱いからやめたんじゃん。超熱かった。まあ、テテテテテテテって言ったけど、何がレベルアップしたんですか。なんかね、下回さないと熱かったな。それに空気が乗ってるもんだから音になっちゃった。なんかにゃーみたいな。はい、それじゃあエンディングの準備お願いします。はい。私食べちゃった。ああ、早い。任せろ、早いぜ。はい、準備できたら始めます。あ、少々待ちよ。はい、前入ってよか。ちょっと待って。はい、 OK です。 OK です。はい、了解です。エンディングのお時間です。ラスト、ラスト、本当にラストです。これがね、エンディングっていうのも最後だし、サットモテの収録自体最後だし、最後だし、このエンディングでサットモテうちら2人のトークは終了。終了。寂しい。寂しいね。そう思うと寂しいね。あ、切な。わ、今までありがとうございました。ありがとうございました。あれあれあれ、それだけ本当になんかありがとうございましたで終了したなきゃ、ここの二人の関係も。いや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 、そんなまさかまさか、まさかまさか、これからいっぱいですよ。レベルアップしたら戻ってこようか。マジでそれ言ってる？え、いや、私マジでそれはやりたいなちょっと思ってる。じゃあレベルアップしたら1年後、1年後、1年間で何をレベルアップするか、じゃあ身長伸びて帰ってこようか。今から？うるせえな。今から。無理だよ、年的に無理だよ。ああ、認めた認めた。はい、はい、じゃあちょっと先にね、ここで失礼いたしました。ここでフリバティ団の舞台告知。自分を亡くした少女が出会った孤独な妖魔、希望、憧れ、期待、そして勇気、明日を変えるため扉は開かれた。西遊記をモチーフに演劇海賊フリバティ団が送るファンタジー演劇第3弾、 S。 それぞれの胸に意志の光が宿るとき、奇跡が起こる。来たる8月25日、26日、27日、28日、演劇海賊フリバティ団第3回公開 S。 場所は地下鉄南北線王子神谷駅から約12分のシアターバビロンの流れのほとりにて。チケットは前売り2000円、当日2200円。ご予約お問い合わせはフリー .chiket@gmail.com、 freberty.ticket@gmail.com まで。詳細をブログにも掲載しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、今のあれですね、フリードットチケットだったんですけど、フリバティドットチケットアットマーク gmail.com ですね。まあその後合ってたんですけど、間違えた。大丈夫です。フリバティでした。フリバティです。フリーって言っちゃった。フリバティです。フリバティです。そちらにね、はい、もちろんフリバティの方のメールなので、チャットモテ終了後でも全然そちらの方で大丈夫です。大丈夫です。2人に会いに来てね。会いに来てね。もうぜひともですよ。マジ本当だよ、会いに来てほしい。目の前で泣きそうな顔してる。会いに来てほしい、ね、終わりだよ本当に。終わりですよ。あー、つうわけでいよいよ、はい、終わりの時間が近づいてきました。なんかすげえ悲しい曲かかってきたよ。蛍の光、ほんとなんか卒業って感じだね。20何番マヤサトキみたいなね。ね。みたいなね。みたいな感じでね。うわー、泣きそうになるよ。卒業、お互い卒業おめでとうございます。でもあれだろ、力を蓄えて帰ってくんだろ。
うん、力を蓄えて、なんかその単語ちょっと面白かった今力を蓄えて、力を蓄えて、うん、力をつけてって言おうと思ったら蓄えてって言った、蓄えて、どんどん蓄えて、はい、ハムスターのように、あれちょっと違うねちょっと違うすげえ今頭の方にファンシーなのがポンってそれハムスター口に蓄えてるだけだからね、すごい入れるからね、あの子入れてるからね、まあ、こんな終わりでいいのかダメだね、ホタルの光が台無しだよ、台無しだよはいはい、じゃあまたね、はい、ぜひこの機会があれば皆様の前にお会いできることを、はい、現れ出る2人かもしれないね、そうですね、はい、ぜひぜひあのアルファをチェックしてたらポツっているかもしれない、あれっているかもしれないね、隅っこの方に、隅っこの方にポツって現れてるかもしれないんでねなんかバナーみたいな感じでバナーみたいなはい、というわけで本当に最後ですが、はい、はい、ここでね、ね、本当に最後です、最後です、さっともて、すべてのお相手は今までご視聴本当にありがとうございました、また皆様にお会いできるのを楽しみにしています、まやさときと今まで2人のやりとりを温かく見守っていただき本当にありがとうございました、成長してまた帰ってくるかもしれませんのでその時はよろしくお願いします、古谷智子でした。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました、また会う日まで、閉店ガラガラ。はい、はい、ですです、いや終わってしもたよね、やばいやばい、なんか後のこと皆様のお礼を考えていないと思ったままを口に出してしまった、チーズスフレが食べなされよ食べなされよ私の言うこと今日変なのかしら、そして食べ続けるさとき、食べなされや確かに確かに確かに、はい、それではお二人に、ええお疲れ様でした、はい、ありがとうございます、すごい、花もらいました、すごい、びっくりして、そう花もらった、すごい、超嬉しい、何回でもラストをしたい、おいびっくりした、すごい、花もらった、やばい、超嬉しいんだけどびっくりした、やばい、私写真と、動画の方撮ります、あ大丈夫そう、ちょっとリスナーさんその最近も請求、そっか、そうですよね、まさかの、まさかの自腹にて、チーズスフレが、ひゃーひゃー、びっくりです、花もらったよ、これだよね、やっぱここはちゃんとこう、なんすげー相変わらずの身長さしてない、うん、じゃあ写真から撮ります、はい、卒業だね、びっくりした、はい、次ビデオ、あ、これちょっと、なんか同時に言う、うん、何、え、何を、飲みながら、あなたは、あ、飲んでいいんですよ、はい、行きます、第30回さっともて収録終わりました、本当にラストの収録でした、終わりましたね、さときさんって飲んでるいただいたの、これ知っている、紅茶をね、いただいたんですよ、ね、最終回なんです、今回 で終わりなんです、本当に本当に最後まで見てくれて本当にありがとうございます、温かい目で見守っていただき本当にありがとうございました、本当にありがとうございます、
ですが、ね、いつもと変わらぬサッともてをお送りしております。初めからグダグダでございます。言っちゃった、言っちゃった。しょうがない、それがサッともてだもの。最後まで、今回は最後だけど、最後の最後までぜひぜひついてきてね。よろしく。ありがとうございました。はい、オッケー。ちゃんと喋れたみたい。お疲れ様です。お疲れ様です。 DDC もお疲れ様でした。 ありがとうございました。はぁ、終わってしもたよ。すみません、14時半からちょっとボイススキャンの予約があるので、はい、それまでには退出するようにお願いします。はい、あと下は全然 OK なので。あ、わかりました。下でチーズスフレ送ってます。了解です。すみませんなんか余計に寂しいって言われました。じゃあまだマイフックが入ってますけど、どうしようで、ちょっとまだ喋りました、でも大丈夫ですかね。あ、いや、もうすぐ終わりにしますよ。なんか言葉っていうか、こっち向け、こっちです。どっちも入ってます。どうしよう、こう改めると喋れないさと思って、はい、身長差もすごいさと思って、わあ、本当に終わりましたよ。まさか花を最後の最後でいただけるとは、とてつもなくびっくりしました。びっくりしました。なんか卒業とかね、はい、なかなかもうないじゃないですか。ないですよ、こちらですよ。ああ、ないじゃないですか。で、上に聞いてどうする、ないじゃないですかここはこっちに聞くでしょ。あ、ね、そうだね、分からなくなってきたよ、これどっちに振るべき話題かそんでもなんかリスナーさんがいてから、いてこそのね、さっともてだったから、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さっときありがとう。ありがとう、コメントありがとう。そして後ろに向けないっていうねニョンニョンニョン。はい、というわけで、さっともてはおっちゃいますが、ね、はい、クリバティ団ではまだまだ2人活動してますので、8月公演ありますので、ぜひ会いに来てください。劇場で待ってます。待ってます。ありがとうございました。バイバイ。